にちは、みゆです。はい、って感じで今日は早速何をやってるかと言いますですね、ちょっとなんか最近よ、川田みゆちゃん久々に、あ、ちょっとなんかイラっていうか、なんかちょっとっていう時がありまして、でもなんかそういうちょっとイラっていう時があったんやけど、あったんやけど、そのなんかちょっとイラっていう瞬間があったからこそ、昔の、あ、そういう時代もあったよな、でもその時代があったから今強くなれたなみたいな感じのことを思い出して、すごいなんかちょっとイラっとはしたんやけど、こういう積み重ねで人間って強くなるんだなみたいな。なんかさ、見えて結構、まあ自己肯定感、まあ巷で話題の自己肯定感高いですねとか、なんでそんな自信があるんですかとか言うてくださることも多いんやけど、みゆ、あの、ちょ、また後でちょっと喋りたいんやけど、みゆってほんまに中学生ぐらいとか、そんぐらいの時までほんまに自信なかったんよ。自分にこんなに自信なかったし、なんかね、ちょっといろいろ、いろんなものがフラッシュバックして、そう言われればみゆって自信なかった人間やと思って、でもなんでここまで自信っていうか、なんかここまでなんかこんなに自我がすごくなったかっていうのが、なんかちょっと最近思い出してきて、ちょ、ほんまにあの、みゆってお肌めっちゃ綺麗って言われるやんか、うんうんうん。ほんまに全然ニキビできるし、みゆ今ね、結構やばい。結構なんか、デコもここ、ブツブツってできてるし、ここも大ニキビできてるし、いつも肌綺麗なカブタミュウやからさ、こんだけ肌ちょっと荒れてたら、ちょっとなんか親近感じゃね。ミュウも全然荒れるんです。ちょっとほんまに困ってるんやけど、まあ、とりあえずそんな話は置いといて、今日はメイクアップしながらちょっとま、いろいろ喋っていきたいな、みたいな感じでことあるので、皆さんぜひとは絶対見ててください。本日は早速メイクアップ始めていきたいんで、アワードで、いってらっしゃい。はい、ってな感じで早速ちょっと喋らせていただきたいんですけど、何にイライラしたというか、なんでそんなちょっとなんか、ミユってさ、ほんまイラ、あんまイライラしなさそうじゃん。めっちゃ温厚そうやん。そんなこともないかもやけど、まあ優しいよ。人に対してめっちゃ優しいねんけど、なんてやるな。ちょっとなんかフィーリングって大切やんか。で、ミユはもうそのフィーリングで、はいはいはい、あ、そっちタイプね。あ、了解了解。ってか、あ、って感じの人とかはあるやんか。ほんで、最近、そう、みゆね。ありがたいことにみゆ。海外のファンの方も多いし、川端みゆのこの和歌山のど田舎ガールの魅力って、あの、ま、日本全体。ま、それこそ、ま、世界全体って感じで。とりあえず、ま、みゆはこっから、ちょっとま、世界に羽ばたく川端みゆ。世界に輝く川端みゆなので、英語はほんまに気持ちが大切やし、伝えたいという思いと、やっぱ、フェイスが大切やから、まあまあ別に英会話はとか落ちてんけど、やっぱそんな喋れた方がさ、まあねえ、この感じで喋れたらほんまにいいやんか。だからまあ今年からちょっと英語喋っていこうと思って、英語頑張っていこうと思って、まあとりあえず英会話をここ2、3ヶ月ぐらいでずっと探しとって、いろんな会う人、会うごと、知人に会うたびに、英会話教室知らへんみたいな、ミユに会いそうな英会話教室知らへんみたいな。結構みんなも教えてくれたりとか、で、あの、何個か英会話教室ミユ行ったん。ほんで、そのミユってほんまにめっちゃ難しい性格ではないんやけど、ほんまにあの見た通りのほんまに可愛らしい性格なんやけど、無理嫌と思ったらもう嫌やねん。もう、あ、この人嫌だとか、あ、ちょっと嫌な雰囲気とか、なんかもうちょっとでも嫌って思っちゃうと、もうここは嫌ってなっちゃうねんな。ほんで、なんか別にイラってしたわけじゃなくて、なんていうの、まあ、ただ合わへんかったってだけで、あの、そういうタイプの人間だっただけで、ミユと合わなかったってだけで、和歌山とか狭いしさ、え、この前ミユちゃん英会話教室体験来た、え、自分ちょっと関わってなんかミユイラってしたってしたんかなって思った方がおったら、違いますよ。ミユほんまにいろんな英会話教室いたから、あなたじゃないし、そこの英会話教室じゃないって言っとくわ。何個か行った中で個別やってんけど、何人かおるみたいな、ちょっと個別みたいなとこの英会話教室に一回行かしてもらった時があったんですね。で、その時に、まあ、まだ学生の子やって、ほんでなんか英会話のレッスンが終わった後にフリータイムでフリートークどうぞみたいなシーンがあって、ミユってあの、もうほんまに一切、もうね、ミユほんまに英語喋りなくて、 I am とか、なんかそういう、なんていうの、もうほんま、あの、数字とかも、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 までぐらいしか分からへんし、サンデー、マンデー、チューズデーとかも歌わな分からんし、他なんやろな。まあ、とりあえず英語全然喋りやんねん。ほんまに喋りやんくて。そこのクラスは結構もうずーっと習ってる子たちやし、なんかもうすごい英語がほんまにペラペラなジャパンの人たちやって、ちょこちょこミュウはレッスン中にも、なんかその子たちに対して、なんかちょっと嫌だ、なんなんその言い方、みたいな。言い方ってミュウめっちゃなんか嫌な言い方ってあるやんか。で、ミュウほんま英語喋られへんから、多分、日本人やからやと思うよ。余計に、何て言うの、海外の多分英語を主流で使ってる人がミユの英語を聞いても多分そんなにバカにはしやんのよ。そう、バカにされる言い方をされたわけ。ミユなんか知ってる英語とかでミユは喋るから、単語のつなぎ合わせがミユは多分絶対変なやったんやろうな。なんかミユが喋ってるやつに対して毎回なんかその言葉おかしいからみたいなスタンスだよ。なんかわからんやん、何に対して笑われてる、なんか何人かに笑われんので、みたいな。なんかめっちゃバカにされてると思って。なんかミユ、そういう自分がなんかちょっとおバカちゃんの発言をして、笑われるのは別にいいねんけど、英語は本気で習いたいし、でなんか、やっぱりああいうさ、笑われる環境
境、なんていうの、自分が発言して笑われる環境って、もうめっちゃ言葉を発することがもうめっちゃ嫌になってくる。このみゆがですよ、この川端みゆちゃんが言葉を発することがすごいコンプレックスに感じちゃったの、その瞬間。え、みゆ英語習いに来て、この英語を発言できやん英会話教室は、絶対にみゆはこっから英語は学べやんやんか。だからそのタイミングで、あ、もうここの英会話もなし、早くレッスン体験レッスン終わってくれとか思いながら、そういう経験したことある子全然あると思うね。英語とかじゃなくても自分が言った発言を、まあだからそれこそミュとかメイクとかファッションやったら、メイクとかファッション笑われる。だからそれと同じ感覚やんかって、あの喋ることがすごくコンプレックスに感じちゃって、ミュもさ必死に、あ、メイベリンニューヨークのアイライン引いていきます。ミュも必死に英語習いたいのに頑張って喋ってるのに、その単語おかしいからみたいな感じでクスクスクスみたいな笑われるのはすごい、なんかはいみたいな、なんでバカにされたのとか思ったし、そのちょうどそのミユがちょっとイラッとした時、ちょっと英会話のあの子たち嫌だちょっととか思った時に、小学5年生か4年生ぐらいからダンス習ってて、今とまた違うダンス習ってたんやけど、友達と一緒に行かしてもらってたんやけど、友達が中学校上がるタイミングで辞めるって言ったから、ミユもまあ辞めようかなみたいな感じで一回辞めようとして、友達が辞めるから、そこの段階で、あ、なんかさ、わかる、字がないっていうか、まあ小学生やしさ、まああれかもやけど、結構だから昔はほんま友達と一緒じゃないとミユは嫌なタイプやったよな。でもなんかその小6最後辞める時に、なんかミユ結構引っ込み思案やったから、小学生の時に、であんまり他の子とそこまで交流はなくて、今回で辞めるんよなって、ちょっと仲いい友達とかに言ってんな。ほんじゃ、え、なんで辞めんのみたいな、友達辞めるからみたいな、え、別に自分らおるからまだ一緒に踊ろうよみたいな感じで言ってくれた子が2人ぐらいおって、その子たちにまあまた誘ってもらったから、またそっから続けてて、そっからまた中学校ぐらいまでそこのスタジオでダンス習ってたんけど、高校入ってぐらいの時にいろんなまた違う新しい友達とかができるわけやんか。でその時にめっちゃダンスとかすごい上手い子とかもおったし、でなんかすごいまた違う同じジャンルはずっと踊ってたんやけど、もうちょっとなんか頑張って踊りたいなって思った時に、まあダンスをまたスタジオ探しとってんな。ほんじゃ、これまたリーちゃんママっていういろいろいつもお世話になってるリーちゃんのママに、あの、みゆここのスタジオ行きなよみたいな言ってくれたとこがあってんな。そこのスタジオ体験行かしてもらったら、ドンピシャ一発で今の習わしてもらってる先生に出会えて、あ、やば、バッチグーと思って。でもなんかその時は自分にあんまり自信がないから、そのなんかめっちゃ行くん戸惑って。これね、ほんまにみゆが強くなった一つのきっかけやねんけど、ほんまに今までやってたダンスとマジ桁違いに上手すぎて、ほんまにドンビーたいい意味で、あ、無理やとか思ったけど、でも習いたいって意思はあったんで、しかも先生とかもすごい良かったし、振り付けとかもすごい、今もみゆずっと習わせてもらってるから、ほんまに習いたいって思ってんけど、その一緒に体験レッスン、まだこれも友達と行ってんけど、その友達と行ったんやけど、その友達が途中でちょっとリタイアみたいな、レッスン習いに行くと言ったんやけど、ちょこちょこ音信不通みたいになっちゃって、えみたいな。ダンス今まで一緒に踊ってた子やって、一緒に違うスタジオ行こうって言って行って、ほんで友達と行けるって思って行ったから、まだ心構えできてたけど、実際一人でレッスン日ぐらいの日に連絡つかんくなって、え、みゆ今日レッスン一緒に行くって言ってたのに行きやんくなっちゃったやんってなって、みゆ一人になっちゃった。でもそのダンスは習いたい、高校1年生やけど、その時まだここまで一人行動できるタイプじゃなかったから、ほんまに結構嫌やってんけど、でももうダンスは行きたいから頑張って行ったんよ。そっからここでやっぱ一人で行くっていう、一人でどこかに行くっていう経験がすごい今では生きたんです。なんかほんまに多分あそこでミュウが一人でダンスのレッスンにほんまに上手なとこに一人で飛び込むっていう経験をできたから、今にまた繋がってるなって思うし、ほんで上手すぎてそのついていけやんし、嫌になるやんか。そのなんていうの、向上心はあるけど、やっぱなんかまあ惨めじゃないけどさ、なんかうわってなってしまうやんか。ほんまに全然踊れやんかったし、けど今考えたらほんまにもう上手になったし、まだまだいいけど、でもそれってその時に諦めやんと言ったから今になってるやんか。だから英会話のそういう時に、そのちょうど英会話嫌な子たちがいたから、もうここの英会話なしやなって思った時に、ダンスのレッスン次の日ぐらいにあって、ダンスのレッスンに普通に体験来てる人たちがいて、同じなんていうの、今みゆダンス6年ぐらいかな、今の先生習い出して6年か5年前の自分と同じことを言ってる体験の方がいたんよ。ほんまに上手すぎてなんかついていけるか分からないですみたいな、でもめっちゃ習いたいですみたいな子が言ってる子がいて、でミュウはその時に今はこんだけハキハキものを喋れるようになってるし、いやでもつって、ミュウも昔その経験でした。その何年前かはレッスンとかほんまに結構もうほんまに記憶ないほど必死に行ってたし、でもやっぱり2年、やっぱ何でも習い事とか何でもやっぱ1年か2年はやっぱ
耐えて、1、2年、まあ、3年ぐらい耐えて、そっから耐えてって言い方おかしいけど、まあ、なんかそこで頑張って、だからこそ咲くわけやんか。だからさ、初期から上手い人なんておらへんし、やっぱ習おうっていうきっかけっていうか、なんかそのどうでした、今日のダンスのレッスン見てもらってめっちゃ良かったですってでしょって、じゃあ習いたいと思ったことはほんまに習った方がいいと思いますって言って、みゆそのダンスのレッスン来られてる方に言ったんやけど、でもちょっと待って、みゆこんだけ堂々と言ってるけど、そういえばみゆ最近英会話教室行ってめっちゃイライラするとタイミングがあって一発でやめてきましたねみたいな。でもこれは言い訳させてほしいけど、みゆはその英会話の子たちがなんかなんていう空間っていうか空気感があんま好きじゃなかったし、そこで習いたいって思えやんかったからいかんかったわけで、向上心があってやりたいなと思ったことはやっぱ踏み出す一歩はすごい大切やなって思うし、そのダンスがまだきっかけやなって思うポイントがあって、みゆその中学生の時バスケットボール部だったんですね。中学校から高校上がるタイミングで3人みゆが一緒に中学校じゃあ高校一緒に行った子がおるんやけど、あんたらバスケしなよみたいな感じで先生に言われたんよな。みゆはんなんでみたいな。普通に、みゆもうダンスするし、ダンスしながらバスケもできたやろうけど、もうみゆバスケ別にそんなしたくない。みゆバスケとかあんまり、そんな上手じゃないね。バスケみゆほんま、あんまりみゆね、バスケとか上手じゃないよな。なんか上手そうに見えるけど、あんま上手じゃなくて、まあもうなしって思ってたから、もうなし、みゆはしやんって言ってたんやけど、ここまで言い切りやんかったね。その昔そうな自分に自信がないから、いや、みんなちょっと流してて、入んなよみたいな。結構強制的に言われてて、けどもうみゆは入らんって決めてたから、まあ入らへんかったけど、だからやっぱそういうところ、これもきっかけやねん。その、一緒に中学校から、高校上がった3人、みゆとあと2人、めちゃ普通に仲良かった子たちやったから、その子らは入るけどみゆは入らへんっていうそこで、もうなんていうの、昔の自分やったらみんなが入るから入るっていう感じやってんけど、もうそこでもうそのやっぱ自我が出てきてるから、そこでちゃんと言えた、みゆはもうバスケはもうやめますって、そこで自我出せたことがやっぱ今すごい、あのなんていうの、今聞いたらほぼ幼稚な話ってか、なんていうの、それぐらいパッて言えそうやのに、昔のみゆはそんなに言えやんかったし、自信ついてったきっかけはほんまに些細なことだから、多分みんなと同じようないろいろ選択肢があって、一個一個自分で決めてっての自信になってるわけやからさ、経験ってほんまに自信になるなって思う。だってみほんまにえちゃうねん。だからこの前部屋片付けとって、さっき思い出した話ねんけど、そのみ昔自信なかったって言ってたやんか。これは自分が勝手に言ってることじゃなくて、ほんまに自信なかったやなって改めて確認できた。やっぱそうやったわって思ったことねんけど、中学校の時バスケットボール部やったやんか。で最後3年生の時に引退試合みたいなあるやんか。でその時に後輩の子とか先生とかから寄せ書きみたいないただいてたんですね。嬉しいね。ちょうど出てきたやで普通に読んどってん。ほんじゃ先生、あの監督コーチみたいな人からのメッセージで、いつも自信なさげなみゆやけどみたいな始まりやってん。もう今のみゆじゃ信じれやんくらい。いつ、あ、思い出した。いつも、あ、なんか多分こういう感じだったけど、多分いつも自信なさげなみゆやけど、シュートが入った時とか、プレーが決まった時の笑顔はほんまに素敵でした、みたいなコメントを書いてくださってて、わかる？今じゃ絶対信じれやんようなさ、いつも不安げなみゆやけど、決まった時の笑顔はピカイチ、みたいな。オーマイガーじゃないですか。え、そんな自信なかったんって思うやんか。そうなん、みゆほんまに多分自信なくて自分に。ほんでさ、みゆ途中でも言ってたさ、みゆほんまにその英語とかもほんまに理解能力がほんまに素晴らしいぐらいにほんまになくて、ほんまにびっくりするねんけど、でもそれは一つのね、まあ一つの個性いいなので、まあそれは別に一旦置いといて、中学生の時とかもこれほんまに、あのね、勉強とか苦手な子ってめっちゃおると思うね。でもこれほんまに言っときたい。あのね、バカとかじゃない、みんなバカじゃないよ。みんなはね、理解ができてないだけで、みんな頭はいいとか悪いとかで言わ、なんか一応みゆも言いたくないけど、勉強ができやんとかじゃなくて、ただ理解できてないだけやと思うよな、勉強って。だから教え方一つではないかもしれん。自分も頑張ろうっていう意思は大切やけど、まあそのビリギャル、懐かしいな、ビリギャル、ちょうどねみゆがね中3の時のちょうど受験の時ビリギャル公開やったっけな。そのなんかビリギャルほどのみゆ大逆転な受験はしてないよ、もちろん。そんなにあのすごい波乱万丈のビリギャルほどの壮大なストーリーはないねんけど、みゆほんまに頭ちょっと良くないから、ママもうめっちゃいろんな塾とかも多分探してくれてて、中学校の時で家庭教師いいってママが誰かに聞いてきたかなんかで、まあ家庭教師習っとったん、ずっと家庭教師やってたけど、ほんまに全然伸びやんくて、でほんまにそこの家庭教師もほんまに今じゃほんまにあれはちょ、ほんまぼったくりやなとか思うんやけど。ほんで、まあ普通にぼったくってて、中2ぐらいからやってたんかな。中2ぐらいから、家庭教、家庭教、懐かしい教、家庭教って。なんか、みゆの友達とかも家庭教って、なんかでも家庭教ってマジであんまやもんな、みたいな感じで言ってたんやけど。で、まあ、みゆらもやめきりやんくて、家庭教懐かしい。家庭教懐かしすぎてびっくりしてるよ。中3の秋ぐらいに、ほんまにちょっとやばないか、みたいな。
思い出して、ほんま成績伸びやんし、このままやってたら普通に受験受からんくねみたいな、ほんま一生勉強理解できてないと思って、ママごめんやけどみたいな、普通に多分家庭教師このまま続けてたら普通に高校受験受からんし、家庭教師ごめんやけどやめたいですみたいな感じで多分言ったんよな。どうするみたいな、また塾探すみたいな感じで言ってくれてて、でちょうどミユの仲いい友達がほんまにこじんまりとしたちっちゃな塾に通ってたんよ。でその子ミユの友達の中でも一番頭良かった子やって、その子行ってるとこ行ってみようと思ったらほんまにいい先生やって、その先生の話もねしだしたいんやけど、しだしたら長くなるから、まあ端的にまとめると、ほんまにあのミユのこと可愛がってくれて、めっちゃエコ引きしてくれたみたいな。どんだけ点数悪くても褒めてくれて、なんかとりあえず褒めてくれて、でほんまにしかも成績も伸びてって、自分に合う先生とか合う塾とか合うものがあれば絶対に理解はできるし、あのバカじゃないよ、だからみんな誰が言ってるって頭賢くてみんなはバカじゃないとか言ったらなんかちょっと心に響くかもだけど、でもほんまにそうで、だから中学校の時とかも自分のことをバカだとはほんまに一回も思ったことないと思う。ほんまに先生の教え方が理解できないっていう。ミユはその勉強が嫌いとかでもなかった。この先生楽しいって思ったらめっちゃ勉強できたタイプやねん。だからクラスでほんま一番最下位、下から数えて3番目ぐらいの数学のテストがもうそんな感じやって、でまあ他のテストもほんまにそんな良くなかったんやけど、数学がミユほんまに好きになったんよな。でそれはなぜかというと、まあその塾の先生も数学教えんのミユにめっちゃ上手やって、数学のあの決まる感じがめっちゃ好きやってん、あのもう答えがドンって出る感じで、もうそれがすごい楽しくなってきて、他の勉強もいろいろ徐々に伸びてったけど、やっぱ数学だけがピカイチでほんまに伸びたんよな。数学ほんま点数10点とか20点よくて30点とかやってんけど、そこのシーズンめっちゃ勉強したから塾行き出して、その時にミユほんまに何点か忘れたけどクラスで2位か3位ぐらいやってん。数学の先生もおっちゃんの先生やってんけど、ミユほんまにその先生が好きやって、結構面白い先生やって、このクラスの川端ミユがなんとみたいな、そんな紹介していただいて、ほんまにあの大逆転みたいな感じで、もうすごい持ち上げてくれて、すごい点数良かった。めっちゃ普通に頭いい子がミユより点数がちょっと低かったわけ。川端ミユに負けたやつがまあおるわけやんか。だから自分のテスト帰ってきた時に他のやつらはめっちゃ悔しがってると思うみたいな感じで先生に言ってくれて、その学生の時のミユからしたらめっちゃ嬉しいって感じだ。その子らに勝った嬉しさではなくて、自分がこんな点数取れるのってめっちゃ嬉しいやんか。その時にそのやっぱ改めて実感したような、やっぱバカとかじゃなくて、ただ理解ができてないから勉強できないわけで、やっぱ理解できたらできるわけやから、そのやっぱ理解の仕方がみんなそれぞれあるし、理解のスピードが違うし、やる量とかで仕方がみんな分かってないだけやと思う。このミユに言われたらちょっとって感じやけど、でもほんまにそうやと思う。でな、この数学の中学校の時の先生とのまだ嬉しいってか楽しい思い出がまだあって、高校で仲良くなった子がなんかミユと同じ中学校のいとこがおったんかな。ほんでなんかの話で受験勉強の話になって、あ、そういえばミユちゃんってどこどこ中学校やんなって言われて、そうそうそうみたいな。でなんか中学校の時にすごい大逆転じゃないけど、すごいなんか数学がめっちゃ伸びた子の話聞いたことあるみたいな言われたよ。え、もしかしてミユじゃねって思って、ちゃんとおいおい聞いてったらほんまにミユやって、だから受験シーズンの子にその数学の先生、おっちゃんの先生が中3の子になんかこういうやつもおって勉強のコツを掴んで、ほんまにあのクラスで1位かに頭いいやつ抜かして点数取ったみたいな、だからあのお前らも多分頑張れみたいな感じのミユの紹介をしてくれてたわけ。それがすごいミユは自信っていうか嬉しかったなって思うし、ほんまにバカな子なんて絶対おらへんと思うから、なんでこんなわからんのじゃなくて、わからんのよ普通に。わからんくて、あんだけ大人数の中で勉強してて、そのミユも最近英語習い出して何個かその個別じゃないとこで教えてもらったり体験レッスンで行ったけど、こんな大人数の中で勉強できやんくて、ここがわからへんかったら、え、ここわかんないですって毎回言える子って多分少ないと思うね。もちろんミユは言えやんくて弱腰になっちゃう、そういう勉強とか英語とかわからへんかったら。ただ理解できないからバカじゃないねんっていう改めて感じたな、ここ最近英語を習い出してバカじゃないと。だから最終何が言いたいかって、本気で頑張ってる人とか、その本気で何かをやってる人に対して笑ったりとか絶対あかんし、その子にとってはそれが本気やから、クスクスみたいなのは絶対良くないし、それは何事に対しても言えると思います。夢があってやってることとか誰だって最初はできやんし、それをちょっとなんかクスクスクスって笑うのはほんまにダメっていうか、ほんまにあかんやんか。あーミユってさ、ママちょっとありやからさ、英会話、ちょ話戻るけどさ、英会話の時に結構クスクス笑われて、クスクスみたいな笑われてさ、結構
腹立つ。こっちも本気で習いに行ってんのに、そんな感じのスタンスで普通に腹立つやん。腹立つがもう普通にないやんか。ほんまに途中、もう何回か、その子たちはめっちゃ英語ペラペラ、普通に日本人の子やけど、英語ペラペラで喋れて、こんだけ喋れるようになりたいって思うぐらい喋れてたから、すごいなって思ってんけど、みゆ、全く英語喋りやん。全く英語喋りやんけど、その子らに対して、ほんまに、ちょっといいって言って、ほんまに結構クスクス笑ってくれてるけど、ほんまに、英語は、気持ちやから、みたいな。伝えたいって気持ちが大切やから、そのみゆが、こんだけ今ちょっと下手くそな英語やけど、笑うのはちょっと違うんじゃないって言おうとしたけど、さすがに、もうちょっとなんかもう普通にイライラしてるし、そういうことを言うことすらもうめんどくさくて、もう何も言わへんかったけど、ほんまに、3、4回言いかけたよな。ちょっと待って、で、ここまで本気じゃなくて、もうなんかちょっと待って、みたいな、ほんまに、英語は伝えたいって気持ちが大切やから、まあ、喋れててすごいリスペクトだけど、それはね、違うで、って、逆に言いかけたよな。みゆが言いかけたよな。絶対やめて。あんた、英語全く喋りやんのに、そうやって言うのだけは絶対やめて、みたいな。ほんま、あんた恥ずかしいで、っていうぐらい。あれやけど。だからファッションとかでも何でもそうやと思うねんけど、やっぱ自分が勇気出してしたことを笑われるとか否定されるのって、そのな、もうやりきってって笑われるのとかは全然なんかその耐久性っていうか免疫がついてると思うんやけど、自分がやりたいことをやり出しましたっていう時の初手にそうやってバカにされたり笑われたりするのって来ると思うねん、メンタル。でも、まあ、そこでとりあえず絶対諦めてやってしまったらもったいないと思うし、頑張ろうって思った気持ちが大切やねん。だからやっぱそこで踏み切る勇気はほんまに大切やと思うし、やっぱね、このミュですらその笑われたり人になんかふんって笑われたらってなっちゃうし、本気で頑張ってたり何かしてる人ってほんまにキラキラしてるし、自分だけは自分の味方でいててあげるのやっぱ悲しいからさ、今日はちょっと久々なんかいろいろみゆが最近やってることとか喋らせていただきました。皆さん自分のペースで自分らしく頑張ってたら絶対かっこいい自分に出会えるから、これからも一緒に頑張っていきましょうって感じでございます。今日も最後まで見てくださりどうもありがとうございました。本日は早速動画締めていきたいと思います。はい、って感じで今日の動画が面白かったね、よかったら参考になったなとかいろいろ思ったらぜひチャンネル登録とインスタグラムと TikTok のフォローもお待ちぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。